ネリー・ウラジーミロブナ・キムは、ソビエト連邦の元女子体操競技選手。1976年のモントリオール五輪で3つの金メダルと1つの銀メダルを獲得し、1980年のモスクワ五輪でも2つの金メダルを獲得した。五輪大会の跳馬というかで、史上初めて10点満点の採点を受けた選手である。競技生活引退後は、コーチ、 審判員の他国際体操連盟の委員として活動しており、2016年10月に国際体操連盟の副会長に選出された。1999年6月に国際体操連動入りしている。シムケント・カザフ1957年7月29日、ネリー・キムはソビエト連邦多クソビエト社会主義共和国、レニナバード州のマチシュラブで、 朝鮮系ソビエト人の父ウラジーミル・ニコラエビッチ、キムとタタール人の母アルフィアがジゾーブナ・サフィナの長女として生まれた。彼女が生まれた後すぐに、父がカザフソビエット社会主義共和国シムケントにあるスレート工場に転職したため、一家はシムケントに移った。キムは9歳、小学校3年生の時にスパルタクスポーツ協会の シムケント第三青少年スポーツ学校へ入学した。彼女のコーチになったのは、ウラジーミル・ボイソビッチ・バイディンとその妻のガリーナ、ワシリーエブ・ナ・バルコアである。二人は、当時、シムケント市内の各小学校を熱心に訪問して、小学校の児童たちをスポーツ学校に勧誘していた。スポーツ学校に入学したのは、偶然からのことだった。ある日、 通学する小学校で算数の授業を受けていたとき、突然、見知らぬ男性が教室に入ってきて教壇に登った。それが、バイリンだった。青少年スポーツ学校で体操競技のコーチをしていると、自己紹介した上で彼は、この中に体操をしてみたい女の子はいますかと質問した。それに対して、キムも含めたクラスの女子児童のほぼ全員が手を挙げたので、 バイディンは早速死亡者を廊下に集めて入学試験を始めた。彼はあらかじめ小学校の教師に連絡を取り、授業中に児童の勧誘をすることの了解を教師から得ていたのである。バイディンは廊下に集まった各死亡者にジャンプや姿勢などのテストを行った後、ブリッジの姿勢を取るよう求めた。しかし、キムはうまくブリッジの姿勢を取ることができなかった。 彼が顔を曇らせるのを見た彼女は不合格だと思って落胆したが入学試験を終えたバイリンはキムに対して翌日の放課後に体操服を持ってスポーツ学校へ来るようにと伝えたそれが彼からの合格通知でありこうして彼女は体操競技選手としての第一歩を踏み出したキムはその日が1966年9月15日だったことを記憶している スポーツ学校に入学した当初は仲間の多くと比べて選手として重要な体の柔軟性が十分ではなかった。ブリッジの姿勢を取ることができなかったのもそのためだったが、熱心にトレーニングに取り組むことでこれを克服していった。バルコワは後年、キムに初めて会った時はじっとしていることさえ我慢できないほどのお天場だというのが第一印象だったが、 負けず嫌いで常に最高であることを目指しており、人一,一倍厳しいトレーニングを積む子だったと語っている。キムは幼少の頃から近所の子供たちと共に、外で遊ぶことを一番の楽しみとしており、様々なスポーツをすることも好きで、中でも水泳とアイススケート、フットボールを好む快活で活発な少女に育った。そのため、当初はスポーツ学校でレクリエーションとして、 体操を楽しむつもりだったが、学校でのトレーニングの内容は、時間が経つにつれて厳しいものとなり、仲間との競争も次第に激しくなっていったことから、オーバーワークの状態に陥り、学校を辞めたいと思うこともしばしばだった。しかし、その頃には体操競技なしでの自分を考えられなくなっていたため、その度に思いとどまった。苦労することも多かったものの彼女の成長は、 順調であり、スポーツ学校に入学した1年後には、マットの上での宙返りを習得し、2年後には、段違い平行棒でも、宙返りをすることができるようになっていた。1968年から、競技大会への出場をはじめ、2年目の1969年に、シムケントで開かれた、スパルタク共和国選手権大会で、初めて金メダルを獲得した。しかし、 その一年後に彼女は五輪で9つの金メダルを獲得した著名なもと、体操競技選手のラリサ・ラチニナから、キムには将来性がないと指摘を受ける。バイディンは、ラチニナの言い方は厳しいが、その指摘は間違っていないとキムに、さらなる努力を促し、一方の彼女は将来性がないのであれば、これからどうすればいいのかと不安を感じながらもこれに耐えた。それから約2ヶ月後、 ソビエトユース代表チームのヘッドコーチを務めるリディア、ガブリー・ロブナ、イワノワからすぐにスフミへ来るようにとの連絡を受けた。その頃、スフミではユース代表の合宿が行われていた。キムに着目し、選手として評価していたイワノワは彼女をユース代表に招集したのである。彼女はスフミへ行ってチームと合流し、しばらくの間代表の合宿でトレーニングを行った。 シムケントを離れ不慣れな土地でトレーニングをするのは初めてだったが、スフミで体操競技に関する様々な新しい知識と経験を得た。初めて大きな全国大会に出たのは1971年である。その年のジュニアソビエト連邦選手権に出場し、個人総合で5位に入った。翌1972年12月のジュニアソビエト連邦選手権では個人総合で、 銀メダルを獲得し、跳馬と段違い平行棒で、金メダルを獲得と前年から大きく、成績を伸ばした。この大会の平均台で、その年の8月に開催されたミュンヘン五輪で、オルガ・コルブトが演じたような宙返りを決めて、注目を集め、岩の輪からも、順調に成長していることが明確に見て取れるとの、賛辞を受けている。1973年のオールユニオン。 ユーススポーツ大会では15歳でカザフチームのキャプテンに選ばれチームを率いて団体総合と個人総合平均台で金メダルを獲得した。同年8月に東ドイツのゲーエラで開かれた東側諸国によるドルーズバ国際ユース競技大会でルーマニアのナディアコマネチと初めて対戦。個人総合でコマネチに次ぐ銀メダルを獲得した後 自身初のシニアの全国大会であるソビート連邦カップでは個人総合で8位に入り段違い平行棒ではリュドミラ・ツリシチェワと同点で金メダルを獲得続いて11月にニコライ・アンドリアノフラと共に日本へ移動し名古屋市で開催された中日カップに出場して金メダルを獲得したキムは初めて経験するエキゾティックな日本に強い印象を受け また、加藤沢男、塚原光雄など大選手たちのホームランドで優勝したことは彼女にとって喜びでもあった。当時の中日ニュースは中日カップを報道する記事の中でキムを16歳の妖精第2のコルブトと評している。翌年の1974年には5月にロストフなどぬで開かれたソビエト連邦選手権において初出場で 個人総合の銅メダルを獲得。さらに8月にビリニュースで行われたソビエト連邦カップの個人総合でもツリシチュワーに次ぐ銀メダルを獲得し、これらの好成績が評価されたキムはその年の10月にブルガリアのバルナで開催される世界選手権のソビエト代表に初めて選ばれた。大会では団体総合予選、跳馬の規定演技の着地の際に足首を捻挫したが、 それでも出場を続行して、チームの団体総合金メダル獲得に貢献した。しかし、その夜から捻挫した足首が腫れ上がり痛みがひどくなったため個人総合決勝は欠場して、少しでも痛みが和らぐのを待ち、大会最終日の種目別決勝に出場して、平均台で銅メダルを獲得した。この大会はキムが経験する初めてのシニアの世界選手権だったことから、 彼女はこの大会でどうしてもメダルを取りたいと考えていた。さらに足首を痛めながら獲得したこともあり、彼女にとってこの銅メダルは現役生活の中でもとりわけ思い入れのあるメダルとなった。続く1975年は3月に開かれたソビエト連邦カップの個人総合で銀メダルを獲得した後、5月にはノルウェーの CN で行われた欧州選手権に、 初めて出場し、同じく初出場であるコマネチと対戦。ここでも個人総合でコマネチに次ぐ銀メダルを獲得した。そして7月にレニングラードで開催されたソビエト連邦選手権でキムはツリシチェワやコルブトなどの競合に勝ち、個人総合で金メダル、種目別でも3つの金メダルと1つの銀メダルを獲得した。 この大会は4年ごとに開催されるソビエト連邦国民スパルタキアードの体操競技として開催されたためそこでの彼女の勝利は当時のソビエトにおいて栄誉となるものだったこれを受けて彼女の地元カザフの人々はキムに鉄のネリーというニックネームをつけたその直後に行われたモントリオールプレゴリン大会での女子体操競技は 同年の欧州選手権支援大会で種目別の床を制したキムと同大会で床以外の個人種目を制したコマネチとによる激しい戦いとなった。各種目で両選手による接戦が行われた結果、個人総合では先の欧州選手権に続きコマネチに次ぐ銀メダルだったが種目別で3つの金メダルと1つの銀メダルを獲得した。この時、キムは 丁馬の種目別決勝で全天飛び1回半ひねりという難度の高い技を決め、米国体操協会が発行する、月刊誌、ジムナストマガジン誌もこれを特筆している。この技は彼女自身が前年1974年の世界選手権、バルナ大会において世界で初めて成功させたもので、国際体操連盟により、キムという技名が付けられて、 フィグ採点規則にも掲載されたこのプレゴリン大会での女子体操競技について、当時のカナダの新聞は、キムの演技は、自然の微笑には、勝利よりも価値があると思わせる、瞬間の連続だった。きらめきがあり快活で生き生きとした演技、それが、キムの演技スタイルであると論評している。モントリオール五輪を目前に控えた1976年5月の、 ソビエト連邦カップでも、跳馬と平均台で、金メダル、段違い平行棒で、銀メダル、個人総合でも、ツリシチェワとコルブトに勝って、金メダルを獲得した。世界のスポーツメディアは、今やアキムが、ソビエト女子体操競技会の実質的なリーダーであり、来たるべき、モントリオールゴリンでのメダル獲得が、有望視される主要な選手の一人でもあると考えており、 米国のスポーツジャーナリストたちが、シムケント市内にある彼女の自宅まで取材に訪れるようになっていた。英語が堪能な彼女は、米国からやってきた彼らとのインタビューに、英語で応じていたとバルコワは語っている。一方、ソビエトの国民やメディアは依然として、ツリシチェワとコルブトが、ソビエト女子体操協議会のリーダーだと考えており、ソビエトコーチ評議会でさえも、 キムをリーダーだとは明確に示さなかった。ソビエトコーチ評議会が自らのチームのリーダーが誰かを正しく見極めることができなかった誤りをソビエトの専門家たちはモントリオール五輪終了後に認めている。モントリオールプレゴリン大会を終えて帰国した後の1975年秋にキムはバイデンから突然新しい技に関する提案を受けた。それは跳馬で 塚原飛び一回ひねり、床で後方に回中帰りに挑戦するというものだった。これらの技を考案したのは、バイリンと交流がある、モスクワ体育研究院准教授のレフ、コンスタンティーノビッチ・アントノフである。この提案に、キムは戸惑った。全く新しい複雑なジャンプを習得する自信は、なかったが、モントリオールゴリンで勝つためにはそれを習得するしかないと考えた彼女は、 最終的に提案を受け入れて、二つの技を習得するため、連日トレーニングを重ねた。しかし、当初はこれらの技が要請する空中での連続した複雑な動作を円滑に行うことは容易ではなく、また彼女は当時足首を痛めていたこともあって、着地を決めることは特に困難だった。キムは練習熱心だったが、 ただ万全と長時間の練習をすることは好まなかった。彼女にとって練習とは楽しむことであり、ひたすら同じ練習に集中して打ち込み続けることも苦ではなかった。そして未踏の領域に挑戦しそれを開拓するときにおいて自らの力を最大限に発揮した。彼女は次第に二つの技を習得していき、 1976年5月のソビエト連邦カップの際に初めて試合でテストし、これを成功させた。こうして7月に、キムにとって初めての五輪を迎える。1976年7月、カナダのモントリオールで五輪大会が開催された。五輪の開幕前、この大会の女子体操競技に関しては、各国際大会でその強さを示す14歳の王者。 コマネチと、前回1972年ミュンヘン五輪で、個人総合を制した、ツリシチェは前回五輪で、種目別の平均台というかを制したコルブト、そして5月のソビエト連邦カップで、ツリシチェはとコルブトに勝利した、キムの4人を中心とした戦いになるものとメディアは、予想していたが、実際に、大会で、女子体操競技が始まると、 次第にキムとコマネチの対決との様相を呈し、二人の対決は女子体操競技の焦点として大いに注目を集めた。キムはこの大会の跳馬で抱え込みつ、カハラ飛び一回ひねり、床で後方を抱え込み二回宙返りを見せ、いずれも世界で初めて成功させた。団体総合で金メダルを獲得した後、個人総合決勝では、 五輪大会の長馬で史上初の10点満点を出して銀メダルを獲得した。五輪大会の体操競技で10点満点を記録するのは、この大会の団体総合予選、団地外平行棒の規定演技で史上初めて記録したコマネチに次いで史上二人目となった。種目別でも、長馬の予選で9.850点、決勝で9.950点をマークし、 合計19.800点で大会2つ目の金メダルを獲得。床では予選で9.850点を出し、9.925点をマークした1位ツリシチェワと0.075点差の2位で決勝に臨んだ。決勝では先に演技したツリシチェワが9.900点をマークして予選との合計で19.825点とし、 金メダル獲得のためには9.975点以上を出すことが必要な状況となったが演技の冒頭で高い跳躍から後方を抱え込みに回中帰りを決めてそのままミスなく演じ切り10点満点の採点を受けて予選との合計で19.850点とし0.025点差で釣りシチェワを逆転して金メダルを獲得した 五輪大会の床で10点満点を記録するのは史上初めてだった。バレンティーナ・コソラポワが振付を担当した床の演技の音楽は前年の欧州選手権とソビエト連邦選手権に引き続いてサンバが使用された。キムはこの大会で3つの金メダルを獲得して実施された女子体操競技6種目のうち半数を制し、同じく3つの金メダルを獲得したコマネチと共に、 女子体操競技の金メダルを分け合った。また、キムは一つの銀メダルと合わせて合計四つのメダルを獲得し、彼女はその女性美と華麗さと優美さと激しさとを合わせ持つ演技スタイルをファンから称賛された。当時、キムに関心を抱いたカナダ国立映画製作長は、ジャック・ボベオプロデューサー、ジョルジュ・デュフォート・ピエール・ベルニエを共同監督に起用して、 モントリオールゴリンでの彼女の姿を丹念に描写し、アスリートとその背後にある人間としての姿をテーマに、下28分間のドキュメンタリー映画、ネリ・キムを制作した。この作品は1978年に一般公開され、21世紀に入ってからは、NFB の公式ウェブサイトや YouTube の NFB 公式チャンネルでも公開されている。この映画について、 キムはカナダの国立映画会社が伝統的なオリンピック記録映画ではなく、モントリオール五輪に参加している6人の選手たちに焦点を当てた斬新な映画の制作を決定し、その6人のうちの一人として彼女も選ばれたと語っている。モントリオール五輪の結果、キムは数多くの賞賛を受け、国からも表彰を受けたが、やがて困難な時期を過ごすことになった。 この時期に彼女は体操競技選手としてできることはすべてやり尽くしたため今後は別の人生を歩もうと考えてコーチに現役引退を申し出ているそれまで目指してきた五輪が終わって目標を失いどのように生きるべきかがわからなくなっていたのであるコーチは驚いて引き止めたが彼女はシムケントを離れタタール自治ソビエト社会主義共和国火山近郊の 小さなタタールの村マジリ行ったそこは母の故郷でキムが幼少の頃によく行っていた思い出の場所である。マジリの親戚の家でしばらく自然と触れ合う生活を送った。そうする中で現役続行の意欲を取り戻した彼女はトレーニングを再開させて1977年5月の欧州選手権プラハ大会に出場したが、 その直後に体に異変を感じ病に倒れた。病気は深刻なものだった。医師は当分の間は激しい運動をしてはいけないと彼女に告げた。病気で休養している間に、キムは結婚し、夫が住む白、ロシアソビエト社会主義共和国のミンスクに移って、現地の陸軍スポーツクラブに加入した。ミンスクでは、夫のコーチであるニコライ・パブロビッチ・ミリグロの指導の下で、 競技生活を続けることとしていたが、依然としてトレーニングができない状態は続いた。1960年ローマ五輪の銀メダリストであるミリグロはキムに助言を送るとともに、彼女はまだ衰えとはほど遠く競技生活を続ける能力を十分に持っていると確信していた。約半年間のブランクを経て、 病気から回復したキムはミリクロの下でトレーニングを再開し競技生活に復帰したが、その直後に中水炎で入院するなどの不運が重なって、本調子に戻るのは遅れ、復帰初戦となった1978年8月のソビエト連邦カップでは個人総合16位に終わった。しかし、当時のソビエトチームは長年チームを支えてきたツリシチェワとコレブトが引退して去り、 エレナ・ムヒナ、ナタリア・シャポシュニコワ、マリア・フィラトワラ若い選手が死体の困難な時期にあったため、経験を買われて10月に開催される世界選手権、ストラスブール大会のソビエト代表に選ばれた。こうして迎えたストラスブール大会はキムにとって約1年半ぶりの国際大会ではあったが、ブランクによる遅れを取り戻すかのような好演技を示した。では新進飛び回ひねり、 床では、後方靴見2回中帰りをそれぞれ世界で初めて成功させて合計3つの金メダルを獲得。個人総合でも銀メダルを獲得し、金メダルのムヒナ、銅メダルのシャポシュニコワと共にソビエトチームで個人総合の表彰台を独占した。翌1979年は、医師から足首の故障がひどくなっているとの診断を受けたため、 当初は大会に出ることを控えていたが、不安に陥ったキムは、医師の診断に関わらず出場することを決めた。そして、11月に、彼女にとって最高の大会となる世界選手権、ホートワース大会を迎える。ホートワース大会の個人総合は、予選で39.250点のキムと39.175点のマキシュグナウク。 39.150点のフィラとは、39.125点のメリタ・リューンと4人が0.125点差以内に並ぶ、僅差の接戦となったが、決勝ではキムが4種目すべてで9.850点をマークする安定感を見せて3 9 4零0点を記録し、予選との合計で78.650点として78.375点のクナウクを0.275点差で上回り、 初の金メダルを獲得した。個人総合での勝利は、どの種目別での勝利よりも高い価値があると考えていた彼女にとって、この金メダルは現役生活中で最高のメダルとなった。この大会でのソビエトチームは、前回の世界選手権で個人総合を制したムヒナを足の骨折で書くなどして戦力が低下しており、その結果、個人総合に先立って行われた。 団体総合で、ソビエトは、世界選手権とオリンピックを通じて長年、守り続けてきた王座をルーマニアに明け渡していた。そのため、個人総合での金メダルは落胆していたチームを、救うために戦って獲得したものだった。モスクワの振付師、ガリーナ・ウラジーミロブナ・サバリナが振付を行った床の、演技の音楽は、三体スメラルダの、朝日の当たる家が用いられ、この曲は、 モスクワ五輪でも使用された。翌1980年6月に、モスクワのルジニキスポーツパレスで開かれたソビエト連邦選手権において、個人総合で金メダルを獲得した後、キムは平均台の演技で着地の際に行う新しい技の仕上げに入った。この高難度な技を新たに開発するために彼女は約3年間の歳月を費やしている。しかし、その後、 古い病気を再発させ、モスクワ五輪の開幕を目前に控える中で、ベッドで静養しなければならないことになった。ベッドで不安な日々を過ごし、一時はモスクワ五輪への出場も断念したが、病気からは急速に回復し、復帰後のトレーニングでも以前と変わらない姿を見せた。こうした困難な状況を経ることで、それまで幾多の辛酸を経験してきた、キムの当時は、 かえって高まった。そして、1980年7月、キムにとって、現役最後の競技大会となる、モスクワ五輪が開催された。エレーナ・ダビドは、シャポシュニコは、フィラトワラからなる、若いソビエトチームを率い、団体総合決勝では394.900点をマークして393.150点の、ルーマニアを1.750点差で、 上回り金メダルを獲得した。ソビエトは前年の世界選手権で失った団体総合の王座を取り戻すとともに、この種目で1952年ヘルシンキ五輪から8、大会連続の五輪金メダル獲得を決めた。また、キムは団体総合決勝の平均台の演技で、速報宙返りからの後方抱え込み宙返りという、 難度の高い週末技を世界で初めて成功させた。この技はフィグにより、キムと命名され、フィグ女子体操競技採点規則2017年から2020年版でもい、e、難度に指定されている。種目別の床では予選で9.925点のスコアを出してコマネチと並び、大会最後の女子体操競技の金メダルをかけて、臨んだ決勝では両者とも9.950点を、 マークして合計19.875点でコマネチとの同点優勝になった。床の表彰式では長年のライバルだったコマネチとともに表彰台の頂点に立ち、そこでキムはコマネチにもう終わるのね、と語りかけた。コマネチはキムに A、ええ、終わりねと答えた。モスクワ五輪で金メダル2つを獲得した彼女はこの大会を最後に現役を引退した。 キムが体操演技で示す表現は、非常に女性らしい優美さと激しさ、そして強いカリスマ性を合わせ持ち、それによって彼女は人々に長く記憶されているとフィグは表している。競技生活から引退した後は、コーチ、審判員として活動している。自分自身の競技経験を伝えるべく、1983年から、白ロ,ロシアの国家代表コーチ及び体操競技、 審判委員会委員長を務め、韓国、イタリア、米国でもコーチを務めた。また、欧州選手権、世界選手権、オリンピック大会をはじめとする数多くの国際競技大会で審判委員を経験し、1976年以降のすべての夏季オリンピック大会に何らかの形で貢献している。1996年には、フィグ女子体操競技技術委員会の委員に選ばれ、 2000年に WTC の副委員長に就任した。その後、2004年10月22日にトルコのアンタリアで開催されたフィグ第75回総会で WTC の委員長に選出された。WTC の委員長として、キムは2006年の採点法変更に尽力した。それは体操競技において10点満点方式を終わらせ、上限のない採点を導くものだった。 1990年代から細かな採点法の変更は行われてきたが、2006年の急進的な採点法変更の大きな誘因となったのは2004年のアテネゴリンで続発した審判員の採点をめぐる一連のトラブルだった。これらのトラブルには、ポールハム、アレクセイ・ネモフをはじめとする複数の選手らが巻き込まれている。キムやブルーノ・グランディ会長などのフィグの役員たちは、 将来において同様のトラブルが発生することを防止して、体操競技の採点への信頼性を確保するとともに、審判員などによる人的なミスを排して、各選手の演技、技術をより公正かつ正確に判定するためには、従来の採点法を抜本的に見直す、急進的な変革が必要だと考えたのである。この動きは、ファンやアスリートの間でも、論争の的になった。 フィグの役員らは、震災天報は、救済天報で、多くの採点をしてきたフィグの委員や審判員からの助力と助言で立案されたのだと指摘し、最終的な採用の前にメジャーな国際大会でこのシステムをテストすると強調した。最終的に、震災天報は、大きな大会としては2006年の世界選手権、オーフス大会から正式に導入された。 初選出の2004年10月以来、3期12年間に、渡って WTC の委員長を務めた後、2016年10月19日に、東京のヒルトン東京を台場で開催されたフィグ第81回総会において、キムは国際体操連盟の副会長に選出された。最初の結婚相手は、同僚の体操競技選手、ウラジーミル・アカソフだった。 1976年夏にキムがアカソフの誕生日パーティーに招待されたことで二人は知り合い、翌1977年に結婚。キムはシムケントを離れ、夫が住むミンスクに移ったが、この結婚は長くは続かなかった。二人目の夫はソビエトの自転車競技選手、バレリー・イワーノビッチ・モブチャンである。モブチャンは、 キムと同じレニナバード州の出身で1980年、モスクワ五輪自転車競技男子団体追い抜きで金メダルを獲得し、1982年世界自転車競技選手権大会でも同種目で金メダルを獲得している。二人はモスクワ五輪で出会って結婚し、1980年代半ばには娘が誕生。その娘はキムの名前にちなんで、 ネリーと名付けられた。しかし、その後、モブちゃんとも離婚して、娘と共に、米国ミネソタ州のミネアポリスへ今日移した。2017年8月に、ベラルーシのニュースサイト、ミンスククーリエとのインタビューで、キム自身は引き続き、ミネアポリスに居住しており、娘は、医科大学の学生で夫と子供と共に、米国のシカゴに住んでいると語っている。1978年に、 アルマトイのカザフ体育研究所体育学部を卒業し、1985年に白シロ,ロシアのミンスク社会科学院を修了。2012年にサンクトペテルブルクのレッスガフト記念体育大学にて教育博士号を取得している。博士論文は体操競技における優秀な審判員の養成である。この論文は、 オープンアクセスにされており、サンクトペテルブルクのロシア国立図書館は一定のコピー制限を施して、インターネット上でこれを公開している。ソビエトのチームメイトやコーチの間でのニックネームは、キマネリーだった。ある日、ツリシチェワのコーチであるウラジスラフ・スティパーノビッチ、ラストロツキーがムを慌てて呼んだとき、うっかり大声で、キマネリー、電話だ。と言ってしまった。 ラストロツキーは一瞬、彼女の生徒名前を混同したのである。それ以来、キムは、キマネリーというニックネームで呼ばれるようになった。2014年7月に、カザフスタンのテレビ局、コズスポートがこのニックネームをタイトルに使用し、キムに関するドキュメンタリー番組、私たちのキマネリーを制作、放送した。初放送の際には彼女自身も、カザフスタンを訪問している。 キムが国際体操連盟公認の大会で最初に成功させた技は7つ存在する。キムに由来する体操競技の技名は次の通りである。技の難度はフィグ女子体操競技祭典規則2017年から2020年版に規定されているものに基づく。ありがとうございます。